じゃあいつの間にお母さんに行こうか。はい、お母さんに行こうか。はい、ガチの質問です。ガチです。ガチの質問、はいはい。チームの中で尊敬する選手と、この先輩ちょっと似てるって言うの。はい、わかるわかる。それは聞きたい、聞きたい、俺も聞きたい。はい、はい、はい、はい。まず、尊敬する先輩は、これはな、もう、はい、言うとこう。尊敬する先輩はいっぱいいるんですけど、はい、中でも、みたいな言うとこう。まあ、あのこの点ではみたいな人もいるね。平野佳寿さん。平野佳寿さん。おお。ピッチャーの。はい。これなんで？いや、本当よく食事に連れてもらうんですけど。はい。まあピッチャーと話をするのを守備固めとかいうのもあったんで、うん、大事にしてたんですけど。うん、そういうこと。まあなんか、うん、自分の気持ちが本当に曲がんない人なんです。おおおお。だからもうこれって決めたらこれだし、はいはい、人に全く流されないですよ。ああ、そうだ。で、そういう自分が悩んでる時に平野さんの話を聞くと、やっぱりちょっとなんか明日からいけそうだな。ああ、なるほどな。あの、お前の思う通りに行ったらいいんだみたいな、はい、あの勇気づけを平野としてした、はい、もう平野投手の後半でグッとあったわ。いやー、もう、はい、一方ね一方一方、あ、ちょっとごめん、あのカメラ止めてくれるな、この写真マイクも押してカメラ止めて、あ、一方でこの先輩なんだかなみたいな。あ、すいません、あの記者の方もここはなんだかなんですか。はい、まあ、なんだかな、はい、超言いにくいっすね誰やなんだかな、先輩なんだかな。いや、みんな好きなんですよ、僕、ほんと。いや、何だかな、嫌い、だから好きみたいな、あれ、あの、伊賀投手は、だから集合時間ギリギリにいつもこれ遅れそうになる、なんだろうな、やけど、いい先輩とか、あれ、誰だろう。ちょっと、何ですか。宮崎とか。あー、宮崎さん。いや、俺知らんよ、チームにおるんだから。知らんけども、なんかちょっと空気弱まっとかあるやんか。いや、でも宮崎さんはめちゃめちゃ面白いです。面白い。で、深井さん。深井、はい。深井さん、マジでワールド持ってて。ワールドすごいワールド持ってるんですよ。それ、聞いたことある。うん。うん、でも、うん、めっちゃ野球に熱い人なんです。うん。だからいい人だし、話しやすいし、いろいろ話したんですけど、うん、えって思ってた。あの、確かに不思議ちゃんナンバーワンやった。そんな感じ。なんか会話は成り立たないのか、そういう時って。いや、会話は成り立ってるんですよ。なんか、一人でバンバンやっちゃったり、うん、そういうのがあって、え、深井さん何してんのみたいな周りがこう、はい、固まるようなことを一人でやり始めたわけ。そういうのが、まあ、あったっていう。はい、はあ、だそうです、はい、だからいいのは、平野選手ね、なんだかなを食べてくれてる覚えててもらったらいいかなと思います。ということでよろしいでしょうか。はい、最後に、俊太選手から来シーズンに向けて、それからファンの皆さんへの、メッセージを、はい、いただきたいと思います。じゃあ俊太選手よろしくお願いします。そうですね、まあ、来年はまあ、今年の楽天のようにやっぱ若手が活躍しないと優勝もできないと思うので、まあ、僕らが引っ張っていって、まあ、絶対優勝できるように、まあ、頑張りますので、まあ、僕だけじゃなくてオリックス全部を応援しに来てください。よろしくお願いします。楽しい時間、だいぶ予定過ぎてしまいましたけどね、いつものことやから感じしてね、はい、ということで、俊太選手にお付き合いいただきました。この後、一旦俊太選手、引き上げていただいて、ファン大会の時にまた登場いただきますけれども、はい、なんか、俊太さん、俊太選手、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでした？アクション。
いや、面白かったです。はい。結構な人数の方が来られてて。はい。嬉しかったです。はい、何が一番盛り上がりました？何っすかね。本当、花井さんが全部盛り上げてくれて、本当助かりましたけど。嫌いな選手がいそうです。そうですね。そう、なんか、なんだかなの選手が一番盛り上がりました。あとなんか、あの群馬の話してるとき結構、はい、しゅんださん笑顔多かったと思うんですけど。いや、もう群馬愛してます。いや、みんな群馬に遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございます。サンタさんならぬしゅんたさんからプレゼントです。